晴天に恵まれたキャンプ地天福球場。5年目宇草が2年目内田とともに2軍から招集されました。少しでもいいものを見せられるように、はい、ギラギラしてるんでそういうところ見てもらいたいなと思います。ここ日南で60年以上選手たちに提供される名物のなおちゃんラーメンです。いただきます。うん、スープが濃厚で美味しいです。この後のシート打撃ではルーキーが初登板、濃厚なアピールなるでしょうか。3連休最終日、多くのファンの前でシート打撃初登板となったドラフト2位の高太一。1人目内田をライトフライに打ち取ると、2人目矢野のピッチャー返しを見事な反射神経でキャッチします。しかし田中にツーベースヒットを浴びるなど打者4人に1被安打1フォアボール、課題の残る初登板となりました。左バッターももっとインコースを使っていけばよかったなとか、まあ、変化球の腕の振りも少し弱かったので、まあ、そういうところとかしっかり修正していきたいなと思います。そんな若いピッチャーを精力的に指導してきた黒田博樹球団アドバイザーは彼らの成長に期待を寄せます。非常に楽しみなピッチャーがたくさんいるんでね、ぜひこれから実戦がたくさん入っていく中でオープン戦とその彼らの、ね、競争というか、そういうのもすごく楽しみだと思いますし、開幕を楽しみにしてもらえればいいかなと思ってます。一方2軍から参加した宇草はライト前ヒットを放つなど3打数2安打、新井監督の前で結果を残します。日南キャンプは明日が最終日、今週木曜から実戦中心の沖縄キャンプが幕を開けます。そして先ほど1軍キャンプの参加メンバーが発表されました。投手では途中から1軍に合流していたドラフト1位常広、堀江、新外国人の2投手、野手では韮澤、二俣、中村翔成が沖縄行きの切符を手にしました。